収納時コジマジック、メディアでも話題のカインズの商品発表会にやってまいりました。今回なんですが、なんと劇を交えた体験型商品発表会ということで、どんな発表会なのか早速潜入したいと思います。はい、リビング&キッチンの商品いろいろと見ていきたいと思います。こちらはどういった商品でしょうか。はい、まずこちらがですね、まな板シート、はい、薄いまな板状になってまして、これをニョキニョキと出していただいて、ここでサッと切っていただければ、そのまままな板代わりの、まあ、使い捨てだし衛生的だし。このまな板シートもよくできてるんですけども、これ黒色が新しく出ました。出ました、はい。野菜とか切った食材がはっきりと見えるので。あ、そういう意味なんですね。さあ、こちらはどういった商品でしょうか。はい、これはスポンジ、食器洗い用のスポンジになりますね。はい、切れ目が、おお、入ってる。なので時と場合によってこれを1枚にして洗っていただくもよし、ああ、倍の厚さにして洗っていただくもよし。なるほど、はい、自分の好みの厚さで使うことができるという。そうです、排水口周りとかって古くなったスポンジを最後バーッと汚いとか洗って捨てるっていうのがあると思うんですけど、これであれば気になった時にパッと拭いてパッと捨てるぐらいの小さいスポンジ。なるほどな。こちらはシリコン製の食器のカバーになるんですけど、はい、ここがシリコン素材になっております。食器の上に乗せていただいて指で割るし、ラップ代わりに。え、取るときはどうやって取る？あ、めっちゃいい。これ何これ。これを乗せました。で、押すだけ、はい、マジかもうラップいらずだ。そうです、ちゃんとこのぐらいしっかり。めっちゃ欲しい。これもすごくない？カインズが一番おすすめする食器です、ね、はい、それぞれがお椀だったりとか丼だったりとかなんですけど、大体しまう場所は同じじゃないですか、はい、だからこう重なった方が。すごい、これめちゃくちゃ。そっか、これフラットなんだ。そうです。これ樹脂ですか？これはリサイクルされたペットボトルの素材を使ってます。へえ、すごい。これもなんかね、マット感があって、なんかこうチャッチー感じがしない。ちょっとこう品があるね。そうですね、はい。この裏側も非常に薄いしフラットに作られているので、はあ、水切り籠とかに置いた時に水が進むわけです。なるほどね。全部？そうです、全部こういう感じ。すごい、これ。これはこの商品のお友達。これは磁気食器、これも非常に軽くできて。磁気食器、はい、まあ陶器、陶磁器。あ、陶磁器ね、はい、なるほど。同じこう形状なんですけども、ちょっと素材が違うということですね。素材は違くても収納する場所は同じだと思いますので、組み合わせは。あ、そういうこと？もちろん同じサイズです。あ、これとこれで組み合わせてこうもできる。あ、すごい。そういうことだ。色もすごい可愛くない？水がスムーズできて、スタッキングで軽量で、で直洗機 OK、 電子レンジも OK と。いい、色もいい。片付けにお悩みの方はお試しパックがお得。続いては、はい、冷蔵庫の中の収納になるんですけど、はい、引き出し。うわー、いいね。これここデッドスペースになるんですよ。これ武井さん、どうやってくっついてるの？これはですね、手前の爪と奥の爪で引っ掛けてるので、あ、ここはフラットにしてるんですよ。そういうことか。確かに今まであったのはこう挟んだタイプだったから、意外とね、挟んだここのところがね、邪魔だったんですよ。はい、あ、そういうこと。すごい、これ。うわ、ようでけた形状。おもろい、これ。そうきました。こちらはどういった商品でしょうか。はい、こちらは真空の圧縮袋になりまして、この手動のコンパクト、ここで抜いていただくと、
うわ、めっちゃおもろい。なにこれ。これで長期間保存、長持ちがする。すげえこれ。もうすっごい密閉できてる。で、これ開けるだけはここから、はい、すごいこれ。こちらの商品は、はい、従来の水切りでしか使えない、そんな商品が多かったんですけど、普通そうですよ、はい、だとザグとパーツ、これホールです。なるほど、これ自体も使っちゃおうと。これがザルとしても使えるし、はい、これはボールとしても使える。悩みにすら気づいてなかった部分を解決してくれてるっていうのが、言われたら、あ、確かにそうやな。ほんで、水切りって意外と場所取るんですよね。だからそれがこうザル、ボール、水切りが全部一緒やと、これまた小スペースで収納できるから、素晴らしい。でもちろん洗いやすさって大事だと思う。全部分解できるようにしました。嬉しいわ。この水切りのこの回るダイヤルのとこ掃除しにくいんですよ。あ、これがもう全パーツこうやって外れるから、はい、お掃除も綺麗と。これが値段ってことですか。そうです。マジか。もう絶対欲しいやん。これは、はい、これはガラスボールですね。もうそそられるな。ガラスボールいいな。でしかもそのガラスボールがこれなんすか、もうナルトみたいになってますけどそうですね、やっぱりお客様によってサイズごとにいろいろ使い分けされたいお客様もいらっしゃるので、かつ収納するときは小スペースしてます。ボールってね、料理する人分かると思うんですけど、結構ね、いろんな大きさが欲しいんですよ。でもこういうのを重ねてどうしても上に行くんですよね。でもこれだと高さすごい小スペースで収納できてて、なんだったらこの上に何か置けますよね。すごいな。いや、このガラス製っていうのもめっちゃいいわ。もちろん耐熱ガラスなので、電子レンジだったりオーブンだったり、そういったオーブン調理もいけるんですね素晴らしい。お子様が自ら進んで片付けられるミセルリビング学習プラン。こちらはどういった商品でしょうか。マイクロファイバークロスのシートになっていて、はい、ティッシュよりも丈夫でクロスよりも手軽に使える商品として開発してます。使い捨てっていう商品で最初売り出したんですけど、はい、お客様から使い捨てにするのはもったいないっていうリアクションをいただいて、今回パッケージを変更してパッケージから使い捨ての文字がなくなりました。そうなんですね。カラー展開も増えてません？はい、白ばかりいろんな場所で使ってるとどこで使ってるものなのかわからないという声がありまして、はあ、色を追加することでキッチンや洗面所、リビングなので色で使い分けて使っていただけるように色の再展開を増やしてます。人別に分けれるっていうのもね、いいですよね。あと思ったのが、こういうちょっと分厚いの、これ新しいの出ました？はい、新しく出た商品なんですが、キッチン周りで使う方から吸水性がもっといいシートが欲しいという声をいただいて、なるほど、はい、厚手のタイプになってます。すごいよこれ。これはちょっとなんか使い捨てにするのはもったいないぐらいしっかりとした感じ、はい、こっちもちょっとびっくりした、はい、これロール状のものが出たんですか。はい、今回新しく販売を開始した商品で、芯のサイズがキッチンペーパーと同じサイズになってます。そういうことですね、はい、レーザーカットで切れ目が入ってますんで、使いたい場所で任意で切って使っていただくことができます。素晴らしい。ちょっと切らしてもらっていいですか。こういう感じ。あ、簡単に切れる。あ、これいいですね、はい。24時間受験可能 e ラーニング集計。まもなくですね、劇を交えた体験型の商品発表会が始まるということです。楽しみです。何やらお母さんとお母さんが困ってますね。どうして雑草ってのは抜いても生えてくんだろうね。新作はめんどくさい。どうなるの。お庭についてお困りの方いらっしゃいますか。いらっしゃいませ。いただいて、ありがとうございます。こちらに来ていただいてよろしいですか。あの
雑草についてとか、はい、どういったことでお困りなんでしょうか。抜いても抜いてもやっぱり生えてくるので。そうなんですよ、はい、雑草は抜いても抜いても生えてくる。そこで今からこのまま使える除草剤をまんべんなくまーく。これはね、そのまま使えて手首に負担のかからない角度が巻きやすいんですよ。こうすると、はい、そうなりますよね、そうなりますよね。あ、ちょっとしんどいですね、これ ね。次にこちらを持って巻こうとしてみてください。はい。あ、これは巻きやすい。巻きやすくないですか。これめちゃくちゃ巻きやすいです。ですよ。はい、こちらお泊まりさん。はい、白いね。真っ白に。びっくりした。毎年ね、植木の剪定ってノコギリ使ってやったりするの大変じゃないですか、はい、で切った枝をまた小さくするのもねすごい大変なんですよね。そこでこの剪定バサミ、これ軽く枝が切れるんですよ。ちょっとこちら来て剪定バサミ持っていただけますか、はいはい、で実際に枝切ってみてください。どうぞ。おお、すごい簡単に切れたでしょ。すごいでしょ。はい、劇で行う参加型の、商品発表会ということですと新しい感じしましたよね。やっぱりね、いろいろとこう体験しながら、商品を知ることができるのですごい入ってきやすかった。いいですね、こういうなんか楽しい感じはね。まあこれでも十分楽なんやけど、これめっちゃ楽。キュッと L 字にすることによって、まあ、ゴミがたまりにくいという特徴で。なるほどな。上から下に押し付けていただくとシートが張り付くようになってます。上の仕切りでスライドすることで中のものを分ける。めっちゃいいやんこれ。このチャンネルはイデアコ、ダイケン、テンマ、ライクイット、ご覧の企業様の提供でお送りしました。このチャンネルを応援してくださる企業様を募集しております。まずは資料からだけでも概要欄にあるリンクからお気軽にお問い合わせください。コジマジックの会社に片付けてほしいという方は先着5組だけの季節限定キャンペーン、またはお得なお試しパックをご利用ください。片付け上手になりたいという方は24時間いつでもどこでも学習可能な e ラーニング集権にチャレンジ。今すぐチャンネル登録をして概要欄をチェック。